こんにちは。シゴスピチャンネルの管理人ことスピリチュアルの語り部天心です。シゴスピラジオはスピリチュアルにまつわるあんなことこんなこと、世の中にあるこんなことはスピリチュアルという視点で見たらどのような意味があるのといった内容で話していきたいと思います。今回のテーマは霊力の法則に気づいた時の話ということでお送りしたいと思います。今回はちょっとゆるふわな感じの、ゆるい話になりますけれども、ちょっと自分の中の体験談というか、エピソーディックな話なんですけど、霊力の法則というのがありまして、これはシゴスピラジオで、何度かお話ししてるかなとは思うんですけど、霊力とは何かというと、現実、我々の生きている現世という次元があって、で、背後には霊界という次元があって、で霊界でのものが、その霊界にあるものが、この現世という、写しよとも呼びますけどね。この現世にですね、権限化、つまり形となって現れるという現象があるわけですけども、この権限力とも言うべきものが、霊力と呼ばれているものでして、霊界のあるものを現実に投影できる力のことが、霊力であると。いう言い方もできるのかなと思います。ただ霊力という言葉はですね、いろんな定義やいろんな使われ方をしているので、他の意味合いで使われている場合もありますので、一応私なりの定義としてはそういう感じだということで、ずっとお話をさせていただいているんですけども、そもそもその霊力というものが存在し、権限力というものが、あると。ね、霊力が強ければ強いほど権限力が上がるという法則に気づいた時のね話なんですけど、ある時ですね、これある時っていうか、よく皆さんも多分経験あると思うんですけども、例えばですけども、その会社からね、なんかどっか出張行って、でいろいろ仕事してお家に帰るという時に、何時ぐらいに着くかなと、そういう感じでこう見積もるわけですよね。何時ぐらいに着きそうかなと。で、例えば2時35分ぐらいに着きそうだとかね、パッとなんとなく思いつくわけですよ。で、実際にそのいろいろ自転車を乗り継いで家に戻ると、大体本当に見積もった通りの時間になるっていう、そういう経験ありませんか？あるいは、これは私の話ですけども、学生時代ね、高校時代ね、大学受験をしたわけなんですけども、いろんな大学が受験するわけです。希望の大学、あるいは滑り止めとか、いくつかね、確率を上げるために分散的にいろんな大学を受けるわけですけど、なんとなくこの辺りの大学かなみたいな感じで思っていると、大体その大学に合格して、で難しいかなって思っているところが大体落ちるという感じでですね、自分なりの見積もりみたいなものが最初に思い浮かんでですね、大体その通りになるという経験が、私にはありますし、これは多分皆さんにも多分あると思うんですね。そういうなんかちょっとしたことかもしれないけども、こうなんじゃねえかなって思ったことがそうなるっていうね。で、これってね、普通に一般的な解釈で言うと、人間はだんだん経験を積んでいきますし、いろんな知識もついてくるから、そういったものが我々のその意識の下にはインストールされてるわけですよね。だからそういったものを無意識がですね、駆使して、見積もって、だから大体当たるという具合にですね、説明が、普通の一般的な理屈で説明がつくとは思うんですね。で、こういうのも当たらずとも遠からずかなとは私も思ってるんですけども、私の場合なんかすごい、こうね、バシバシバシって言うと変ですけど、大体こうなるなと思うと本当にそうなったりするわけですね。で、しかもその、帰る時間なんかだと本当に分単位でこのぐらいじゃないかって思った通りにその場所につけたりするんですね。で、そういうのってある意味体内時計じゃないけど、体内メーターみたいなものがあってね、結構正確なんですよみたいなね、科学的な説明もつけられるかとは思うんですけども、ある時不思議だなと思ったのが、どこかにやっぱり例によって向かっていくね、さなか、このぐらいに着くだろうという見積もりをしたわけです。3時ぐらいに着くだろうとね、
ちょっと何時だったか忘れましたけどもね、その実際のは。で、そしたらですね、あ、もうちょっと早く着きそうだなってことがあったわけです。つまり見積もりが外れそうになったことがあるんですね。あ、もうなんか20分前ぐらい着いちゃいそうだと。あ、ちょっと早く着きすぎたなと。見積もりを多くしすぎたなと思ったわけです。で、まあこれは3時じゃなくてもう2時40分ぐらいに着くなと思っていたらですよ、なんかその20分早く着く予定の前に、なんかこうちょっとトラブルというか、ちょっと、忘れ物というかね、その、やらないはならないことを忘れていて、で、それをいろいろなんか、いけないと思って処理して、で、また、そのね、現地に向かったら、ちょうど3時だったっていう経験があったわけです。あれ?と思ってね、いや、見積もりっていうんだったら、何もないということが前提の中で、その時間に着くだったら、単純に見積もりだというふうに言えると思うんですけども、今回の場合は、明らかに、その、このまま普通の調子で行ったら20分早く着くはずなのに、なぜか3時って見積もってたら20分間遅れるようなことができることが起こって、まあ3時に着く。結果的に見積もり通りになったっていうね。この経験があってですね、あれ?と思ったんですね。もしかしてこれは、ある意味でのコペルニクス的展開というか、逆転の発想をしてみると、なんか違った真実が見えるんじゃないかっていうことで、もしかしてこう結果を見積もっているようで、そうじゃなくて見積もった結果に僕はこうね引き寄せられてるんじゃないかって、また引き寄せの法則の話になってきますけど、そうなるとねっていう思いがあったわけですね。でそこでまあちょっと実験をしましてね、パッと思いつく見積もりの時間よりも今度は早く到着するっていうね、10分早く到着するっていう見積もりをしてみたらどうなんだろうということで、まあやってみたんですよ。そしたら驚くことにですね、本当に10分早く着くようになったんですね。まあもちろんこれもね、理屈上の説明はできない。10分早めに行ったからいろいろ急いだんでしょとかね、もちろんそれはあると思うんですけど、それから思ったんですよね。人間はやっぱり今の状態から見積もって何って考えるわけですけども、そうじゃなくてこうなりたいっていう強い思いがあったらそうなっていく。でこっちの方が正しいんじゃないかと、ね、見積もってたんじゃなくて自分はなんとなくそうなるぐらいがちょうどいい塩梅だなっていう気持ちがあったからそうなってただけで、見積もりが当たったんじゃなかったというようなこう気づきがあったんですね。そっからですね、いろんなことをまあやりまして、ね、このまあ時間だけの話じゃなくて、こういう方向、今の状態だったら、例えばこういったことを、例えば何でしょうね、まあこうメルマガを例えば書こうとね思ってるけど、でもメルマガの内容をもうちょっと吟味してね、もっといいものにしてキャッチアップしてこうリリースしようとかって思うよ。でも見積もり上だとちょっと厳しいなって思うんですけど、絶対にそれをやろうって強く思う。そうするとですね、不思議なことに本当にそれ実現できたりするんですね。でまあその何でもそうなんですけど、革新力っていうのは前提としてあるんですけども、しっかりとですね、その自分のこうありたいっていう強い思いを持ち、でそれに対する確信ね、革新力を持っていくと本当にそうなっていくなっていうふうにまあ気づいたんですよね。だからなんとなく引き寄せの法則だとかね、霊力が顕現化してっていう話あるんですけど、ちょっと発想を変えるとうまくいくっていうね、いう場合があるので、見積もりが当たるっていう経験をよくされる方は、ちょっとね、自分の見積もりと違う、ちょっと違った見積もりをしてみると。まあ、違った見積もりをするというよりは、違う未来を描いてみるという実験をしてみると、面白いかもしれませんね。そういう霊力権限の、体験をできるかもしれませんね。ただし、
隠し強い確信力が必要ですよ。だから霊力の強弱っていうのがやっぱありますので、その霊力を強くね発揮しないとあれです。なんとなくこうこっちにしてみようぐらいだと霊力弱いので、強く確信絶対こうしようこうなるっていうね思いを込めると、意外とその自分の見積もりを超えたね何かを生み出すことができるようになると。そうするとそれこそがまあ霊力の法則だよっていうことが体感できて面白いんじゃないかなと思いますので、まあ自分がね霊力の法則に気づいた時のまあ一つのねあのまあ体験だったので、まあちょっとゆるふわの話ですけども、まあスピ的な小話ということでお話をしてみました。ということで今回もシゴスピラジオお聞きいただきましてありがとうございました。シゴスピラジオでは触れてほしいテーマ、スピリチュアルに関する質問などを募集しています。投稿先の詳しい情報は概要欄に書いてありますので、よろしければ読んでみてください。概要欄は動画下説明書きのところになります。ブログ、ツイッターなどでも情報発信していますので、そちらもフォローよろしくお願いいたします。またシゴスピチャンネルのチャンネル登録もよろしかったらお願いいたします。ではまた次回のシゴスピラジオでお会いしましょう。さようなら。